米大リーグ、メッツは13日、日本時間14日、右肩痛のため、5月13日から15日間の負傷者リスト IL に入っている藤浪晋太郎投手、30を60日間の IL に移行したと発表した。長期離脱が確定し、最短でも復帰は7月12日となる。写真、藤浪はどこファンも心配していた藤波の姿。 藤浪は昨オフにオリオールズから FA になり、2月にメッツと1年335万ドル、約5億円、プラス出来高85万ドル、約1億3000万円で合意したが、オープン戦5当番で防御率12、27と結果を残せずマイナー落ち。3A シラキュースで米国2年目の開幕を迎えたが、9試合に登板し、防御率14、09と苦戦。 7回3分の2を投げて9三振を奪っているが、19四死球と課題の請求が安定していなかった。5月3日を最後に登板機会がない状態が続く中、シラキュースは5月11日に同投手の7日間の IL 入りを発表。さらに、同13日にはメッツが同投手のメジャー昇格と右肩痛による15日間の IL 入りを合わせて発表した。 離脱直前のマウンドとなった5月3日のナショナルズ参加 3A ロチェスター戦では6点ビハインドの6回2試満塁の場面で起用され、先頭打者に押し出し始球。開またぎの7回は2つ目の支球で走者を背負いながら後続を2ゴロ併殺に打ち取ったが、8回に2始球を与えたところで降板。マウンドに上がった野手が敵地打を許して2失点目がついた。39球を投げてストライク16球。 直球は158キロを計測したが、決め球のスプリットも含め、明らかにボールと分かる投球が目立った。メッツは昨季チーム最多の12勝を挙げた千賀滉大投手も右肩痛で60日間の IL に入っている。共にメジャー2年目の右腕2人による日本人リレー実現の日が待たれる。